はい、どうもトマレです、今日はねベランダ飼育しているメダカの様子を10日ぶりに見たら謎の草がまた充満してました。いやー、サボりすぎだ本当に。見てこれ、やばくないですか。前回ね全部取ったんですよ。だけどまたね10日ぐらい経ったら水面をね全部埋め尽くして緑が増加しております。まあ、メダカたちは全然元気なんですけども、あの草ってやっぱ鳥なんですかね。でこっちの容器には一応メダカ入ってるんですけど、こっちはこっちですごく元気に育ってくれてて、まあ中にメダカのメダカが食べるね多分バクテリアとかこういう微生物がいっぱいいると思うんですけど、その他の容器がねこの草邪魔なんですよ。いらない、取ってるけどまた増加してくる。やっぱねなんか すだれじゃないけどかぶせた方がいいのかな。うん、結構ねこれ取るのめんどくさいんですよね。でそのままにしとくとメダカ死んじゃうんで、うん、こういう感じです。緑がすごいでしょ。こっちはこっちで何ともないんですけど、はい、今回は10日間メダカ飼育サボった結果でした。チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。では。